こんにちは、セイフィーロンダーです。私は鎌倉を中心に不動産を営んでおります。今回は鎌倉の5つのエリアについてお話していきたいと思います。よくお客様から鎌倉に住みたいけどどこに住んでいいのか分かんないっていうお声をいただくことが多いんですよね。あとは住むとしたら山かなとか海かなとかいう回答をいただくことが多いですね。一口に鎌倉といっても自然環境とか街の雰囲気によって地域によって差があるんですよね。そこで今回は、鎌倉を大きく5つのエリアに分けて、それぞれの地域の特徴について解説していきたいと思います。これから鎌倉に住もうと考えている方とか、あと鎌倉について少し詳しく知りたいといった方に見ていただければ、幸いです。まずは、鎌倉市は、神奈川県のどこに位置しているのかを見ていきたいと思います。で、鎌倉市は、この位置ですね。電車で横浜駅まで、横須賀線で約20分。あと東京までは50分ほどで行けます。で、そして次に、鎌倉の地図ですね。この図でもわかるように、鎌倉市には3つの線路が走っています。大船から、鎌倉を結ぶ横須賀線と、大船から江ノ島を結ぶ、湘南モノレール線で、鎌倉から江ノ島を結ぶ江ノ電の3つの線路が走っています。で、この3つの線路を考慮に入れて、鎌倉市を大まかに5つのエリアに分けています。はい。で、こんな感じですね。で、上から、ピンクの部分が、大船エリア。で、そして緑が、北鎌倉エリア。で、赤が鎌倉エリア。青が海沿いエリア。で、最後に黄色が、湘南モノレール沿いエリアになります。それでは順に、それぞれのエリアについて説明していきたいと思います。まず、大船エリアですね。大船エリアではですね、その名の通り大船駅があるエリアなんですけども、まあ、大船駅には、東海道線と横須賀線と、あと京浜東北線と湘南モノレールの4つもの電車が通っている駅なんですよね。なので、まあ、交通の便を考える方にとってはすごい便利なエリアだと思います。で、この地図上には、東海道線と、京浜東北線はないんですけども、東海道線は藤沢とか茅ヶ崎まで行ける線路ですね。で、あと、京浜東北線は、終点が埼玉の大宮で、横浜とか、東京を通る、線路です。で、京浜東北線は、大船が始発なので、座って通勤通学ができます。で、東海道線の、湘南新宿ラインっていうやつも、大船駅が始発の、電車もありますので、まあ、座って、行くことができます。あと、大型店から、個人商店まで、ありとあらゆる商業施設がありますので、生活の便を重視される方は、とても便利なエリアだと思います。さらに、この周辺には、女子大学とか、あと病院、あと大企業の会社もありますので、大船周辺に、通勤通学をされる方にとっては、とっても便利なエリアになります。特に、大船駅前の人情味のある、商店街の雰囲気が好きな方も多くいらっしゃいます。居酒屋とか飲食店とかがあって、まあ、サラリーマンとか学生が、もう夜まで、飲み歩いている、姿がちょっと見受けられますね。で、次に北鎌倉エリアです。先ほど紹介した大船駅からはほんの一駅なんですけども、大船駅の雰囲気とは打って変わって自然と静寂に囲まれた、雰囲気のエリアになります。小鳥のさえずりで目覚めて四季折々の自然を感じることができるエリアで、夏になるとあちこちにホタルが現れるぐらい豊かな自然に囲まれたエリアになります。鎌倉御座の第一位を誇る建長寺があったりとか、あと北鎌倉駅から徒歩1分ぐらいのところにある円覚寺とか、古い建物も多く残っていて、すごく落ち着いた雰囲気のあるエリアになります。しかし、このエリアには、大きなスーパーはないんですよね。あるのは、地元の商店街とか、あとコンビニとかしかないですね。なので、決してお買い物に、便利な場所というわけではありません。生活の便利さを求める方には、ちょっと不向きなエリアになります。まあ、生活は多少不便でも、その不便さを楽しんで静かに四季を感じながら生活をしたいという方におすすめのエリアになります。住宅街の中にギャラリーとか雑貨店とかがあったり、最近ではカフェとか食事処もできていますので、休日のお散歩がてらに立ち寄ってみるのも楽しいかと思います。で、鎌倉エリアですね。やはり鎌倉というと一番最初に頭に思い浮かぶのが鎌倉駅周辺の観光地の風景だと思うんですよね。よくお客様からは、いつも観光客でごった返しにしていて暮らしにくいんでしょうって聞かれるんですけども、確かに小町通りとか、
通学八幡宮とかの、観光王道スポットには、休日になると、観光客がかなりいますので、その周辺は暮らしにくいと思います。で、しかし、ちょっと裏道の、住宅街に入れば、人影がまばらになっていて、とても静かな場所になります。特に西口のエリアは、東口に比べると、それほど観光客も多くなくて、まあ、静かで落ち着いた雰囲気になります。鎌倉駅西口には、高級スーパーの紀ノ国屋さんがあります。で、東口の駅前には、東急ストアさんとか、庶民的なところで言うと、カママンさんとか、お買い物にはそれほど困らないと思います。はい、で、海沿いエリアですね。海沿いエリアは、鎌倉で、マリンスポーツをしたりとか、ペットと一緒に海で散歩したりとか、そもそも山より海っていう方は、まあ、このエリアがおすすめです。まあ、海が見えるのは理想的なんだけども、まあ、見えなかったとしても、海の、雰囲気を味わいたいという方にとってもおすすめのエリアになります。ただ、海の近くのエリアといっても、鎌倉駅に近いのか、鎌倉駅から離れている場所なのかによって、生活環境が大きく変わってきます。っていうのは、由比ガ浜とか、長谷とかの駅から近い場所は、徒歩で、駅まで行けるので、横浜とか、東京に通勤通学がするのは、それほど苦ではないんですけども、稲村ヶ崎とか、七里ヶ浜の方だと、江ノ電で鎌倉まで行かなければいけないので、生活は多少不便になるかと思います。まあ、しかし、バスで大船駅とか、鎌倉駅まで行けるものがありますので、バスを利用するのもいいかと思います。また、海沿いの近いエリアでは、セカンドハウスとしての需要があったり、すごい大変人気の場所なので、特に海の見える物件とか、となると、数が少なくなっているのが現状ですね。はい、で最後に、湘南モノレール沿いエリアですね。鎌倉で物件探しをする方は、まあ、大体今上げてきたエリアで探すことが多いんですけども、実際に生活してみると、このエリアが住環境としては、すごくいいんですよね。特に、幼稚園生とか小学生がいるご家庭にとっては、この湘南モノレール沿いのエリアが生活しやすいんですよね。まあ、JR の駅から離れているんですけども、スーパーとか病院とか、あと幼稚園、小中学校が、まあ、近くにあるので、ファミリー層にとっては暮らしやすいんですね。決して人気があるエリアでは、とは言い難いんですけども、その分他のエリアと比べて、まあ、物件の価格が少し安くなっている穴場のエリアです。公園も多くあったり、緑も多くて、のびのびと子育てができると思います。私もこのエリアですくすくと育ちました。以上が5つのエリアについてでした。もしこの5つのエリアで特に気になるエリアがあれば、概要欄にそのエリアの詳細動画を、リンクを貼り付けているので、もしよければそちらもご覧ください。その詳細動画では、実際に現地に行ってどんなお店があるのかとか、どんな住環境なのかとか、あとどんな雰囲気なのかを現地で解説しています。この動画投稿した時点ではまだ概要欄にないと思うんですけども、まあ順次、動画をアップしていきたいと思います。ではこの動画は以上となります。今回のご視聴ありがとうございました。